愛媛自転車大好き。今年も自転車に関するさまざまな情報をお伝えしていきます。今回のテーマはサイクリングにより親しみを、身近なサイクリングロードを紹介していきます。さあ今回一緒にサイクリングをするのは江川アナウンサーです。はい、よろしくお願いします。前回は道路交通法をしっかりと学びましたので、はい、今日はルールを守って楽しみたいです。今回はよりサイクリングに親しんでもらうために、はい、身近なサイクリングコースを走りたいと思うんですけど、はい、まずはここ今治市桜井のサイクリングコースから多摩川の方に向かって走っていきたいと思います。はい、楽しみです。はい、ではヘルメットをしっかりかぶって出発しましょう。はい、行きましょう。はい、よいしょ。多摩川に向かって行きましょう。はい、レッツゴー。途中でこの総社川に来て、はい、でこのまま行けば二部川の方に抜けるんですよ。おー、気持ちいいです ね、 ね。海をスタートしてここまで走ってきてどうでしたか？いや、もう本当にいろいろ景色が変わってとっても気持ちよかったです。そうでしょう、はい、今度はまたまた移動して重信川サイクリングロードを一緒に走りましょう。よし、出発。はい、川沿いって気持ちよくて走りやすいですね。でしょう、うん、他にも肱川とか鴨川沿いも走りやすいんですよ。たくさんあるんですね。あそこがもうゴールなので、よし頑張るぞ。今日走ってみていかがでしたか？はい、愛媛で初めてサイクリングしたんですけど、いろいろなところにサイクリングロードあるんですね。そうなんですよ、まだまだ他にもいろいろあるので、ぜひ皆さんも気軽に近くのサイクリングロードに走りに行ってみてはいかがでしょうか。サイクリングに欠かせないのはヘルメットですよね。このようなスポーツタイプのものから、こういった普段使いしやすいカジュアルなものまで、いろんなタイプのヘルメットがあるんです。皆さんも自分のライフスタイルに合ったヘルメットを選んで安全にサイクリングを楽しみましょう。ここで愛媛自転車大好きクイズです。自転車は原則車道の左側を通行しなければならない。丸か×かでお答えください。正解は丸です。自転車は原則車道の左側を通行します。車道の右側を通行した場合、通行区分違反に問われることとなります。ここで番組からのお知らせです。ヘルメットを1名様にプレゼントします。南海放送アプリもしくはホームページ、そして愛媛県の自転車ポータルサイト乗ってる愛媛からご応募ください。また乗ってる愛媛では自転車に関するさまざまな情報が掲載されています。ぜひご覧ください。続いて愛媛県からのお知らせです。愛媛県自転車新文化推進協会では四国一周サイクリングのチャレンジャーを募集しています。エントリー料を支払い、サイクルジャージとチャレンジパスをゲット。完走すれば完走賞と記念メダルをプレゼントします。皆さんも四国一周サイクリングに挑戦し、四国4県の魅力を肌で感じてみませんか？詳しくは四国一周サイクリングホームページをご覧ください。愛媛自転車大好き。